脳みそも軽いしな、お前らのベルトも軽いんじゃねえかとか言われました、言われました。天山小島略してバカ野郎。それはすごい覚えてます。はい、矢野徹の YouTube。 はい、というわけで新日本プロレスの矢野徹です。今回はですね、とあるね、Twitter でのやり取りから素敵なゲストに来ていただきました。この方です、小島さんです。一応のバカ野郎、よろしくお願いします一言、視聴者に向けて。新日本プロレス小島さとしです。今年プロレスラーになって30年になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、小島さんとこんな感じで喋ることになるというか、日が来るとはもう全く思ってなかったんですけど。多分違和感をね、感じてる方いっぱいいると思うんですよね、はい、我々も実は違和感を感じてでもこれツイッター上でですよ、僕の日本酒の一丁瓶を飲む動画を見ていただいて、はい、見まして面白かったみたいな話から入ってるんで、まさかこっちに振られるとは夢にも思わなくてですね意外と後悔したんですけど最初は、はい、でも小島さんいい人なんで、言われたらノーとは言えない。いい人ぶってるってよく言われますけど、僕も言うじゃないですか、いい人ぶってますねとかって話をでもいい人ぶってて30年じゃないですか最低でも、まあ、プロレスラーになってからずっといい人ぶってますよ、ね、はい、でももう30年経っちゃえばそれが本質ね、本筋になってるんで、いい人ぶっても30年いい人ぶってればもういい人になれると思いますか。はい、あ、ありがとうございます。だと思いますはい、新日本プロレスの矢野徹です。今からですね、小島さんが来てくれます。当然お酒を飲んでもらいます。で、これ村尾なんですけど、まあね、皆さんご存知いいお酒、もうね半分以下に減ってます。で、ここに水をあらかじめ足して割っておきます。小島さんにはロックで飲みましょうって一言目に言って、うわーっつってロックを飲んだからなリアクションすると思うんですよ。これをねこう足していって、これは本当にお水ですからね、下手したら水でもうわって言うかもしれないですからね。半分以上はお水になりましたね。で、ちょうどこれでね、一生のようにこうどんな反応をするかですね。皆さん、小島さんの反応見てください。というわけで、早速乾杯しましょうということで、これはあの村尾、ね、小島さんだから、いや、もう自分みたいな、もう何もお酒のこと知らない人間でも知ってる、はい、もうすごい名刺ですから。そうです、ちょっとだから、僕最初一杯だけ継ぎますんで。あ、なんかもう、そんなにいっぱい入れるの、うわ、いや、いいお酒はやっぱロックです。それいいけど、すごい、うわ、そんなにガッツリなんだ。最初のね、一杯だけすごい、うわ、乾杯しましょう。はい、すごい、これめちゃめちゃいいお酒ですよ、これ。乾杯しましょう。いただきます。ありがとうございます、はい、いただきます。あー、すごい、でも美味しい。芋焼酎ですよね、これ。芋焼酎です。美味しい。うん、ロック大丈夫ですか。ロックね、ぶっちゃけ水割りとか、ソーダ割りとか3倍で割ってるんですけど。嘘ですよね。本当です。嘘だ。本当にこれもうこのぐらいしかったです。あ、もう割れてるの、はい、全然そんな感じしないな。すごい濃いあの、僕も鬼じゃないんでどういうリアクションするかなと思って。全然薄いって思ってないですけど、ガチのロックだと思ってるんですけど、これ、はい、もっとうわって言うかなと思ったんですけど。あの、あとまだ森蔵もすげえ。あ、これ知ってる。これ もっともっと有名ですよね。はい、一人一生開けるとかっていうのは、まあ、あれも冗談、半分冗談なんで。ああ、よかった、本当に、はい、昨日寝れないぐらい心配してたんですけど。だってちょこちょこ軽く飲んで喋ってるだけでも見てる方欲しくないですよね、別に。いや、そんなことないです。小島さんが出ていただくだけで。本当ですか。小島さん、パン好きということで、うん、我らがあのローソンのね、パンをたくさん買ってきたんで。あ、ローソンのね、はい、あ、すごい。あ、すごいすごい、すごいたくさんあるんで。あ、本当にローソンもちゃんと、すごいすごい。こんなにいっぺんでも食べれないの今。ちょっと全然あの選んでいただいて。うわ、すごいな、こんなにがっつり。パンむっちゃ好きですよ、これ。食べてください。うわ、でもあんまり焼酎飲みながらパン食べる時はないんですけどでもまあ小島さんといえばパンじゃないかなっていう。 ありがとうございます。どうですか。あ、いますか。え、もう食べて、食べたか。食べて全然大丈夫ですか。でも今ちょっと飲んでる、ちょっと。あ、それもう、え、飲むとき何も食べない派ですか。あんまりあの食事系はしない方ですね。あの、おつまみ軽く食べますけど。じゃあこれもお持ち帰りいただいて。あ、ありがとうございます、やった小島さんとの関係性からまずお話ししないとなんですけど。そうですね、2001年ぐらいに矢野選手がちょうど新日本になんかそのレスリングで来たんですよね、はい、その頃に道場になんとか足を運んでる姿を見かけて、アマチュアレスラーとしてですね、挨拶をしてて、はい、ちょっとだけ喋って終わりみたいな日々がちょっと続いて、はい、ほぼほぼ接点がなくてですね、はい、
私は2002年の頭にもう新日本プロレス1回辞めているので、入門直後同時ぐらいなんですよね。そうですね、だから接点がまあそこからほぼなくて、はい、何回か新日本には戻ってきてるんですけども、はい、2008年ですかね、1回その頃になんかちょっと因縁ができ始めて、その感じで何回か試合するようになったんですよね当時。で私はまあ天山さんという天鼓寺再結成をやっていて、その頃の敵対している相手だったんですよね。確かがっつりでしたもんね。そうですね、あの時はもう本当に敵対、一番敵対してる時で、うん、そこからもずっと敵でしたね。ですね、もう常に敵 で気づいたらあの IWGP タッグのベルトを泥棒されてみたいな、そんな感じの、なんかこういう感じで、もうだから常に敵でしたね。だからこそこういう話をこんな感じでするとは思ってなくて、いや本当にこの今のこの感じがリアルな距離感 で僕だからそうですね、あの闘魂クラブっていうそのレスリングで入った時はプロレスラーになるかも何も考えてなかったんで、プロレスの人たちみんな怖いと思ってたんで、まあ、本当に僕人見知りもあるんですよ。最初会った時もうかなりなんか冷たい感じだったんで。冷たかったですか？冷たいっていうか、なんか人見知りの人だなっていう感じはすごくあって、はい、で自分もね、どっちかっていうと初対面の方あんまりすごく親しくできないタイプなんですね実は。お互いちょっと緊張感あってみたいな感じで会話したのすごいよく覚えていてる。でもやっぱね、怖かったんですよ。やっぱアマチュアレスリングのすごい人っていうのは、自分の中ではアマチュアレスリングやってない選手な人間なので、まあ、昔自分が入った頃、例えば永田さんだったりとか伊勢田さんだったりとか中西さんとか、こう練習で絡んだりとかしてスパーリングとかするものすごい強いんですよ。ほんとおっかないなっていうか、レスリングの人はすごいなっていうイメージが強くて、それでやっぱ知り合ってるので、レスリングのすごい人だと思って、ちょっと実は最初ビビってました。いやいやいや、なんか怒らせたらやばいんだろうなっていう空気がレスリングの人でもすごいあって、結構緊張したの覚えてますね。小島さんが、まあ、天山と組まれて天鼓寺警察としてとかあったじゃないですか。天鼓寺警察やりましたね。ベルト泥棒されたりとか、僕がその当時どうやら脳みそも軽いしな、お前らのベルトも軽いんじゃないかとか言われました、言われました。天山小島略してバカ野郎、それをすごい覚えてます。天山小島略してバカ野郎って言われたのをすっごい覚えてて脳みそも軽いしな、ベルトも軽いんじゃねえか、ベルト俺らの許可なく持ってきやがって、お前ふざけんなろ、お前天鼓寺警察が逮捕しちゃうぞバカ野郎。バカじゃねえんだよお前、おい、天才ベルト略してバカ野郎、おい、俺がベルト持ってんだな、俺がチャンピオンだバカ野郎。ここまで言われるんだってすごい結構ショックです。当時のショックかな。当時、はい、自分ね、あの実はあんまり怒りとかなくて落ち込む方のがね結構強いんですね。テンション上げていくのは試合の中だけ。そうです、試合の時は上げますけども、ダメージ受けやすいみたいな。すごいダメージ受けます。今ツイッターとかなんかすごい成人君子みたいなツイートですねすごい言われるんですよ。矢野選手の本になんか、ね、本人そうそう、そう置きに行く人、そう置きに行く、小島置きに行くって言われて自分そこで初めて置きに行くっていう言葉を知らなくて、それ調べたんですよね。あ、俺のことだと思ってこう人に、まあ、よく見られたいっていうよりは嫌われたくないっていう、それでこういい人でいたいっていうのはずっと頭の中にいつもあったのは、すごい自分の中でも否定はしないというか、ね、うん、そういうのがきっと周りから見ると八方美人とか小島すごい愛想笑いしてるとかっていうふうにヘラヘラしてるとか今言ったでしょ、ヘラヘラしてるって、まあヘラヘラしてますけども、どっか邪悪な部分で人間誰しも思ってると僕は思ってるんですよ。でも絶対に出さないんで、絶対嘘だよなとかって思うんですけど邪悪な部分でありますよ。それはやっぱりね、カチンとくる時もありますし、はい、怒る時ももちろんありますし、はい、それをなるべく出さないようにするっていう。いや、なるべくどころか、ま、全く出さないですよ。お首にも出さないですよ。でもそういうところはなんか多分棚橋選手と似てるところがあって、はい、よく棚橋君と喋るんですけども、はい、ちょっとその棚橋選手と相通ずるところがあるかなっていう気はしてるんですよね。これもしよければ森井さん、あのこれすごい、自分でこれめちゃめちゃいいやつですよこれ、はい、で高いですよ、これもうネットとかでたまに見るとすごいですよねこれ、はい、これすごい、だってこれすごいですよね、マジで。これはあの割ってないですからね、いいですね、飲みっぷり。あ、もう今ちょっと楽しいからすごい楽しいですもう矢野ちゃんとこんな風に喋れると気が来ると思わなくてですね。僕で年齢にしたら 8個違くて、そうです、そうです、キャリア11年違うんですよ。11年も違います。でそんななんかそのまあめちゃくちゃ後輩じゃないですか、うん、言われ放題になったじゃないですか矢野ちゃんに限らずですね、いろんな選手にいじられてるタイプの、まあ、よく言えば慕われてる、悪く言えば舐められてる。しかも私出戻ってる人間じゃないですか。一度こう対談したりすると裏切り者的な扱いする人もいるじゃないですか。多いですね。ずっと新日本プロレスを応援してる人にとっては裏切ってるっていう感覚はやっぱある人もいるみたい で、はい、でそこからまた戻ってきてるんで、その戻った時にありがとうございますって言ってくれる人がいたり、これなんで戻ってきたんだよっていう人もいたり、はい、まあ、いろんな意見が当時あってですね、まあ、なんか戻る時は結構いろいろと葛藤あります。
ましたね。最初の1年とかぐらい敵として見られてる部分もあるじゃないですか。なかなかの感覚ですよね。そうですね、ファンの人自体にも。あ、戻ってきた時ですね、はいはいはい、2010年の時、はいはいはい、今のまでの小島さんの感覚から言ったらメンタル的には大丈夫ですか？メンタルダメでしたよ。どう解消したんですか？天候地ですよね。結果的にその天座さんがいて、まあ、天座さんっていうね、またパートナーがね、はいはい、また再び組むことになり、そこが一番の拠り所というか自分の中では、はいはいはい、天座さんがいてっていうのが拠り所を見つけるってことですね。まあ、それはすごくあります。天山さん以外でいうと誰と飲み行ったりとか？永田さんはでもかなり仲良しです。あ、永田さんとはまあずっとプロレス業界一緒にね、はい、ほぼほぼ同じで。永田さんも相当いじってきますよね。永田さんもいじりますね俺のこと。永田さん、タイガーマスクあたりはもう私のこといじるの大好きなんで、まあ、基本的には他の人だからいじられますけども、はい、それに対して後輩とかがなんかいじってくることに対してはこの野郎と思ったかもしれないですか？もうね、慣れましたね。ほとんどみんな僕のことをいじる。小島さんって言ってもレジェンドでもあるわけじゃないですか。ね、IWGP も3冠も取ってて、同時に取ってる時期もあったりとか、 G1 も取っててとか、でもそういうこと考えたらやっぱレジェンドではあるわけですよね、当然。だから僕は敵対してる時も今こういう時も最低限のリスペクトあるんですよ、はい、僕でも本当に辛辣なことは言わないですよね。天山小島略してバカ野郎は全然辛辣じゃないですもんね。あれはもう、はい、その時の状況判断小島さんに一個聞きたいのがあったんですよ私がね、あのちょっとやきもち焼きで、なんでもうちょっと会ってくんないのみたいな、いやもう嫌な、もうしつこい男だったんですよね。あ、いけ